内海俊一 Love and Peace 同じ空の下から。This program was brought to you by Integrity Japan Tokyo 株式会社浜電、登る靴店スーパー G、 EM 生活、 PCI ジャパン、いくつもの道筋が見えてくる、嵐が過ぎ去ったら優しい風が吹いてく、明日からは変われると信じてた。あなたの人生を豊かにする会社、キャリアコンサルタント、ケアストレスカウンセラー、インティグリティジャパン東京。電気工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで電気工事のことはお任せください。044-223-8616、 暮らしを明るくする株式会社浜電。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンでは、エグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞ、お気軽にお越しください。はい、はい、こんにちは。はい。ね、週刊のご無沙汰。ご無沙汰。ね、はい。今日はいくらかあったかいですね。昨日は寒かった。寒かったですね、本当。うん。急に木枯らしっぽい。急に木枯らしっぽい。今日は、カレーダディップスの、はい。はい。ノブです。オーナー、はい、ノブのオーナー、はい。オーナーっていうか、すると、あまりさん。あまりさん。はい。はい、準構成員ですか。はい。準構成員のあまりでございます。はい。よろしくお願いします。はい、来ていただきました。1年ぶりですよね。そうですね。去年の今頃でしたっけ。はい、そうですね。ちょうど1年ぐらいですね。そうですか。はい。はい。まあ、またね、はい、何回かお世話になってますけど。はい。ありがとうございます。大体月に1回ぐらい。いや、月に1回ってことはないんですけど。年3回ぐらい。年3回か4回ね。はい。そうプラスアルファぐらい。はい。はい、なるほど。はい。そうじゃないと。辛いでしょ。まあ、そうですよ、ね。はい。と、うん、いうことで、はい、まあ、お店の方もあるって、でもバンドも一緒にやられてるんですね。そうです。はい、あまりさんが、手伝ってくれるってことで、うん、今、ギターが、もともといたギターが、ちょっと都合で来れなくなってまして、うん、その間にライブ活動ができないって話をしたら、あまりさんが手伝ってくれるってことで。あ、なるほど。はい、あまりさんはヒーローですから。ヒーロー、はい、はい。お店の方は、順調ですか、はい、とりあえず。そうですね。とりあえず、そのね、まあ、続けてますよね。緊急事態宣言も終わったんで、うん、そうですよね。これからですよね。本当にその、これからが本当に勝負ですよね。うん。まあ、来年かな、うん。そうですね。この、だから、新しい、その、オミクロン株だかなんだかですね。それがだから、どうなるかですよね。なるかわかんないからね。うん、それ次第ですけど、まあ、ここからね、本当に、落ち着いてもらって、頑張ってやっていきたいですよね。うんうん、じゃあ、早速1曲目。はい、いただきましょう。はい、じゃあ、お願いします。トラディショナルウーマナイザー、灰色の街です。灰色の街。はい、お願いします。いえ。照れるな。これ、いつ出したんでしたっけ？これはもう2年、3年経ちますからね。じゃあお店前ですね。あ、オープン前なんですか。はい、うん、そうだよね。あの6円で撮ったりもしてたもんね。はい、はい、やってました。はい。
でもう一枚、曲はもうどんどんね、溜まってるんですけど、もう一枚、二枚作れるだけの曲数はあるんですけど、なかなかそのね、うん、まあそういうタイミングがあるからね、うん、そうですね、やっぱりその CD 制作をお金もかかりますし、ね、レコーディング時間もかかりますしね、うん、なかなかちょっとできない状態で。お店の方でレコーディングとかは、ちょっと難しいですよね、その機材とかの問題もありますからね。ただだからお店でやってるのとか YouTube に結構載せたりとかしてるんですよ。 あとインスタグラムとか、はい、この間ゴールデンカップのやったやつのも、はいはいはい、あれも YouTube に YouTube に載せて、はいはい、やってますね。憧れのゴールデンカップ、そうですね、あのやっぱり良かったですよ。あ、そうですか。はいはいはい。やっぱり一度やってみたいなと思ったんで、やっぱり有名どころではね、やってみたいなと思ったんで、やっぱり有名ですからね、昔から。有名だもんね。はい。まあ俺らの世代にしてみればみんな知ってるからね。はい。横浜だとやっぱりゴールデンカップっていうイメージがある。うん。で、その時もやっぱ甘利さんに手伝ってもらって。あ、そうなんだ。はい。なんとかやってきましたね。とんでもないとこにあるけどね。今で言うと。あ、そうですね。そうですね。歩いていくにはね、ちょっとね、大変。あの住民がもう電車いらないって言ったらしいよ。で、だけど結局それで捨てれちゃってきちゃったから。ね。最近元気ないですね。元気ないもんね。声が甘いですね。見かけは怖いんだけど。見かけは怖い。最初会った時どこの首の人かと思いました。とんでもない。確かに。炭入っちゃってるし。でも甘利さんはだからやっぱ内海さんのあのハイダーウェイで、うん、あのあその時前から会ってって顔はだからずっと分かったので。もう随分だからね、本当に8年、ね、9年、そのもう、そうだね、あれなんですよね。お見かけしてからは長いですよね。うん、長いですよね。ただ、本当にその、あんまり話すきっかけとか、本当にやっぱり、あの、ハイダーウェイで内海さんので会っても、この間、あの、ナベさんも来てくれたんですよ。ああ、そうなんだ。ナベさんも来てくれたけど、やっぱり、あの、いつも、内海さんの時に顔は合わせるけど、そんなに会話ってしたことなくて。うん、そうだね、うん。意外とね。この間、やっぱ店に来てもらって、初めて会話をしてるね。うん、そうなんですよね。案外長いけど、鍋さんだけで。鍋ちゃんって誰？石鍋？あの渡辺さん。渡辺ご夫妻。あ、渡辺、あ、うんうん。その、あ、それ来た。あの、それで、とうとう来た。旦那だけです。旦那だけです。旦那だけです。はい。はい、なんかでも酔いすぎてね、その後は行方不明になったらしいですけど、あれもすぐ酔うんだよ。あのおっさんもあの人石巻なんで。そうですね、うん、そんな話をいろいろ聞きましたね。その復興支援のライブだとかのね、はいはい、なんか裏ですごい話が盛り上がってます。入るの街って何かありましたね。あの松田優作さんの、ね、さんのなんか同じタイトルの曲ありますよね。これはどこで録音したんですか。これはあの小田急線のTロックスってライブハウスなんですけど、あ、そうですか。それであの六弦のカズ君がミキシングしてくれるっていう、ね、うんうん、なるほどね、そういう感じで撮ったんですけど、あ、六弦も俺紹介してもらって、はいはいはい、やらせてもらったの、ね、はい、はい、一緒にやりましたね。あとだからね、ザマの神風とか俺のお店とかね、結構その一緒に回らせていただいて、あのわけのわかんないお店でもやりました。はいはい、いろいろやりますね、いろいろ。なんかこう、はい、スナックのようなスナックじゃないような、はいはいはい、定食屋のやつ、あの近辺のお店から僕にオファーが来るんです。あ、うっちゃん、うっちゃん呼んできてくれる。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。はい。いやいやいや。ぜひってことで。はい。はい。で、お店構えたのが1年前で。そうですね、1年。もうすぐ2年ですね。もう2年ですか。はい。もう2年目ですか。1月で2年。あ、1月で2年。はい。はい。はい。そうか。はい。で、これからですね。はい。それでやっぱ2年目のスタートで、うん、あのね、内海さんにまた来てもらおうってことで、ね、甘利さんとはどこで知り合ったの。だからそのハイダーウェイで、あの時か、はい、ハイダーウェイで内海さんを見に行ってで知り合ったわけであって、うんうん、あ、はい、ね、ノブさん、まあ、よく来てくれてましたからね、はい、はい、ありがとうございます。はい、なんか解禁症なぐらいに、そう、解禁症ぐらいに、だから日曜日にしてくれって言ってくれてる。そうなんですよ。でもなかなか日曜日が開かなくてさ、はい、はい、やっぱり店もね、やっぱり開けてないとやっぱり、ね、やっぱり来ないもんね、うんうん、
ていうことでね、あ、なんだ今度から内海さんのがハイダーウェア金曜日が多かったんですよね。あ、金曜日が多かった、うん、だかそれはいけないから、うん、なんとか日曜日にしてくれる、はい、そしたら店を休まずに内海さんにもハイダーウェアも行けると、そのうちも呼んじゃえみたいな、呼んじゃえって呼ばれました、うんまあ、ということで、まあ、アルバムも制作したんですけども、うん、でもまだ曲数はいくらでもあるんだよね。そうですね、まだもう2枚ぐらいは作りたいなと、はい、思っているんですが、なかなか、なかなかね、なかなかね、なかなか、あのかでも今、うん、機材自体はあんまり変わらないから、はいはい、どこででも問題はないですよ、はいはい、だから機械を揃えればってことですかね。そうですね、店でもできちゃうってことですね。店でもできちゃうってことだね。そういうことなんですかね。まあ、それか、うんうん、まああの詳しい人に、うん、お願いすればすぐできると思うし、うんうん、だそろそろ天海さんがレコーディングスタジオぐらい作っちゃうんじゃないか、作っちゃうんじゃないかあ、そういう手もあるね、はい、もしもしあの口チャミさんは得意です、まあ、打ち込みで、まあでもそういうこともあるからね、はいはいはい、だって小さなスタジオでいいんだもん、はいはい、だからせーのでやる必要ないしね、うんうんうん、まあだから別々でもまあどんどん今そういう風に縮小されてる部分もあるから、うんうんうん、あの変わってきちゃってるんだけどね。来年あたりは一発撮りでいきますか、ね、一発撮りがいいんだよ、ね、そうですね、その方があのグループ感出る、はい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 、はい、うん、これグループ名が、うん、ディップスとは全然関係ない名前で、うん、これ前回はそうですね、前回はその、ね、まあちょっと面白いバンド名を作ろうかな、トラウマっていうことでやったんですけど、はい、次はだからまあディップスでっていう名義でやろうかな、なるほどね、はいはい、メンバーもそのね、このギター天海さんが入ってくれるんで、はい、そんな感じですごいですね、あの、やっぱりですね、光がこんなに、うん、僕あのギター弾いてないんでこれはですね、これはですね、これはですね、前のギタリストの感じ、次は、はい、次はもちろんそうですね、次はまあ声をかけていただければな、はい、じゃあもう2曲目いきましょうか、はい、はい、じゃあもう1曲トラウマで、はい、笛沼サニーデイズ、うん、ファイヤー。でもバンド活動は長いんですね。そうですね、うん、もうそうですね、20年ぐらいはやってますね。今曲がだからそのやっぱり曲自分で作詞作曲とかってやっぱりすると、うん、なんかやっぱり残したくなっちゃ っちゃうよね、はい、当然だと思う、形として残したいなと思って、で逆にアルバム制作できないならこれ以上曲を作りたくないなと思って、うん、今止めてるところがあって、うん、あまああのタイミング来るじゃないですか、はい、そうです ね、はい、まあ来年お店もそうですね、はい、にやってきて、そうですね、順調に行ってもらって、ね、はいはい、そういうものもちょっと残していきたいですね。ディ、ねはい、ップスレーベルもその時ですね。はい、ディップス名義でちゃんと出したいですね。はい、だってあの辺の人たちだってやってるバンドも多いだろうし、うん、そうですね。そういうのと、うん、ね、できれば、うん、ね、コラボでもできればね、うん、楽しいかもしれない、うんうん。ちょうどいい具合の具合っちゃ知らないんですけど。うん、カウンターがあってお客さんが10人ぐらいなんですね。ちょうだね。演奏者はそのカウンターの中に中だ、ね、演奏するんですよ。え？カウンターの中ですか？あの中のが広いんだ。バーテンダーさんがいる場所で演奏されるんです、ね。そうするとあのミュージシャン、自分の演者は自分の空間はあるし、お客さんは間近だし、で iPhone とかでここやったって自分らで撮れるし。で10人入ればもう満席ですから、そう、いいです、そう、あの超、ま、超満員感はあるよ、ね、ありますね、ありますね、だって内海さんってそれでもう30人近く入りますからね、うん、から立ち見になっちゃいましたけど、うん、20人は立ち見ですから、うん、じゃその間はあれですか、演奏中は飲み物オーダーとかなしで、あ、そのあのすいませんすいませんとか言ってみんな、でも大体まあ避けてくる、まあ全然関係ないですうん、俺らだから飲ませるのも仕事だと思ってる。演奏してる後ろでじゃあガチャガチャ。そうそうです、ね。結構多いよそういうの。本当。へえー、そうなんです。関係ないから。店は店だから。ご一緒していただいてるあの他のミュージシャンの方たちは、うん、大きなところでやっても自分のお客さんってやっぱり3人4人とかせいぜい、うんうん、じゃあだとそのくらいで。
まあ、自分のお客さん2人連れてきたとしても、うん、僕らがいたりすると、うん、もう振る舞い満杯じゃないですか。でやっぱりすごく自分の空間がいいのと、うん、あの音響を結構こだわってくださってるんで、うん、それなりに音もちゃんと通るし、うんね、結構やってくれる人はまたやらせてくださいっていう人が、うん、心地いい、はい、そうですね、超プロな、そうかもしれない、だからちょうどアマチュアのユニットの方たちはすごくやりやすい、うん、なるほどね、なるほど、当選ではちゃんと、はいはいはい、出るところで言わなきゃいけない、ちゃんとオンエアのところで残り30秒です、はい、ね、小さいなりの一体感はありますよね、うん、なんかすごくね、そうだよね、うん、うん、そういう感じはありますよね。最初行った時はびっくりしました、ね、うんうん、僕も最初行った時はね、あの最初よその店だった、あそこでライブやろうと思ったの、もうよその、から思ってたよその店でやってたんですよ、やってたの、あそこで、はいはい、お客で行ったんですよ、あの状態で、あ、そうだね、はいはい、で、こんな店があるんだよ、あ、そう、イエイ、はい、あ、かっこいいじゃないですか、ありがとうございます、ね、いきなりいきなりそうやって変わるんですね。いやでも声がいいですね。影沼。え、影沼ですよ。影沼。サーファー、サーファーですから。サーファーですから。読めづらかったです、ね。エミさんと僕サーファーですから。そうで、のぼりちゃんも今日サーファーです。サーファーです、ね。海に覗いてるだろうし、はいはい、このクソサブリ。こらこら。今日はいないですよ。多分、うん、あ、そうです、ああ、そうなんですね、うん、今ね、あの、うん、裏でお店のどんなお店の感じかっていうのを、ね、うん、とても、うん、説明してくださったんですけども、でも最初からあのどんな感じなんでディップスは、はい、ああいうお店だったんですか、ああいうお店だったんですよ、本当にお客さんで行ったんです、うん、普通にあの外からギターがいっぱいぶら下がってるのが見えまして、 あここのお店は音楽をやってんのかなっていうことでお客で入ったんです、そしたらあのカウンターがあって、その中で演奏をしてたんです、うん、はい、それはあのやっぱりそのマスターがやってた、マスターがキーボードをやる方で、あ、 そう、その時はだからあの音源とキーボードだけだったんですけど、それでだから普段は仲間を呼んでそこでライブをやってると、へえ、そんでだからどうしたんですかっていう感じで、あの、うん、こういう店を僕やってみたいんですよねって話をしたんですよ、うんうん、そしたらそこで、いや、うちの店金曜日、今週の金曜日で終わりなんで、うん、ってもう本当にだから水曜日までに返事をくれって言ってやりませんかって、はい、まあ、偶然といえば偶然だけど、はい、偶然も偶然で、だけどもう今週で終わり、初めて行った時に今週で終わりなんでやりませんかって言ったわけです、あ、そうなの、はい、それで受け継いじゃった、それでだからそのままで居抜きで、だからそのままでいいと、あのままカウンターも椅子も全部残すと、エアコンも冷蔵庫も電子レンジも置いていくと、でやってくれるならって、じゃあそのままじゃないですか、じゃあそのままやっちゃおうってことになって、あ、なるほど、はい、そういう感じなんです、それまでのお仕事をじゃ一気にやめて、あ、あの仕事はそのまま昼の今でも働いてるんですけど、あ、そうなんですか、はいはい、お忙しいですね、はいはい、そうなんですよ、はい、うん、それでもう借りちゃいってことで、じゃちょっと店をやってみようかどうかって考えてる時だったんで、あそこさ、基地の、はい、米軍基地の、はいはい、まんまの通りじゃない、はい、だから外人が多いのかと思ったら全然いないんだよね。これこれだもん。あの辺の居酒屋にもね、いないよ、あの外人いないのよ。ああ。案外でもいる店にはいるんですよ、ね。いるのはいるんだ。だからね、うんうんうん、どっか一回、リップス出た時に、はいはい、出て、で、ちょっと時間潰そうと思って、で、近くの居酒屋行ったのよ。はいはい、そしたらそこに、一人一組だけ行った。一組だけです。案外、あとは日本人。まあ、いっぱい多分集まってる店はあるんですよね。あるんだろうけどね。うんうん、でこの間もあの内海さんのライブの時にあの、うん、MC で話したんですけど、うん、あの外人の方は、うん、結構あのカード、ね、現金を持たないんですよね、持たないんだ、はい、だからお店来てあのここでカードを使えますかって言われるんですよ、何人かはやっぱ今までも入ってきてるんですけど、でうちは現金だけなんですよって言うと、あのみんなコマーシャルのようにじゃあいいでしゅーって書いてくるんですよ、じゃあいいでしゅーって書いてくるんですね、なるほどね、この間もそのね、ネタで、まあ、そうだよね、うん、あの前は
その通りだと、うん、ずっとその横須賀とこはもうみんな、うんうん、あの外人ばっかりだったけど、うん、今違うんだね。今だからそれあんまり出歩けないんですかね。出歩けないようにしてるのかな。結構厳しいんじゃないですかね。ああそういうのもいいかもしれない、うんうん、なかなかそんなに遊べなくなっちゃったんじゃないですかね、うんうん、そもそも音楽を始めようととか、あのきっかけは何だった。もともとはやっぱりビートルズ世代ってわけでもない。ビートルズ世代、もともと本当に A ちゃんですね。ああそうですか。うん、もうとにかく A ちゃんがソロデビューしたのが僕が中学2年の時だったかな。そのぐらいだよね。その時にだからやっぱりうわすごいな、かっこいいなと思って、うん、そっから A ちゃんを聞き出して、その A ちゃんってキャロル聞いたんだと、うん、でキャロルを遡っていく。ああそうですか。ただ僕はもともと川崎なんで、うん、小学生の頃からのやっぱり駅の方行くと、ね、レコード店にキャロルキャロルって川崎が生んだスーパースターっていっぱい書いてあったんですよ、うん、だからもちろんキャロルは知っていたんですよね、うん、だからそんなに聞いたことはなくて、あのジョニーもあの A ちゃんも川崎に住んでましたけどね。そういう影響はもともとありましたよね、うん、あそうですか、うん、そんでキャロルを聞いてみようってことで、うんうん、そこで内海さんに出会うわけです。ああ、そうです。うわ、かっこいいなと。近くに来ていくね。ハイダウェイまで来ていただいて。いいつもいつもありがとうございます、ね。いや、本当にでもだから、その小学生、中学生の時聞いてたヒーローですからね。あ、そうですか。で, ね、でも他のバンドも聴いてたわけですよ。いやでもほぼほぼもうほぼほぼですね、ほぼほぼ A ちゃんキャロルしか聴かないで、多分ずっともう20代ぐらいまで行きました。20代終わりぐらいまで行きましたね。気をつけてください10代20代もうそれだけですね。それじゃあ、もう一曲いきましょうか。今日これキャロルですか。そうですそうです。いつもだからこれ内海さんに来てもらって、ね、一緒にやるやつを、この曲ね、はい、ライブでやってないんですよ。そうなんですよね。だからね、初めてやるときにちょっと驚きました、ね。はい、あのね、たまにいるんですよ。ライブでやってないからさ、言うんだけど、ね、どうしてもやりたいっていう人が結構。うんうん、そうなんですよ。これをどうしてもこの曲好きなんですよ。でも俺も好きなんですよ。うんうんうん、好きなんだけど。うん、ライブでやってなかったから、うん、だからこれを内海さんにやりたいと言ったら、内海さんがね、ちゃんとあのこれを コピーしてくれて、そうそう、コピーして自分で自分でコピーして覚えてもらったんです。そうですよ。そうなんです。最近だからうちのお店でしかやらない曲ですよね。あ、そうかもしれない。ライブでは弾きづらい曲なんですか。あのね、うん、やりづらい、歌えないっていうんだ。いろんなことしちゃうから。あ、だからレコーディングで、うんうん、あの別で歌は別で撮るじゃない。あ、はいはい、だけど、うん、演奏だけ凝ったことしちゃうと、うん、あの歌いながら歌えなく、うん、弾けなくなっちゃうわけ、で歌いながら弾けねえって言うんで、やめた。そういう感じ。そういう曲が何曲かあるんですよ、ね。ベースラインが、ボーカルとちょっと主旋と違うんで、違うとかね、つられちゃう。ああ、なるほどね。そういう部分もある。ような曲ですね、比較的で。じゃあその、はい、問題の問題のお願いします。お願いします。はい、愛しのダーリンです。はい。うん、懐かしい。こういう曲ですね。うん、いい曲だよ。昔から結構好きで、これ、はい。あ、よし。ありがとうございます。あ、次メール行こうか。うん、ね、そうですね。あまりさんもいつも忙しそうですよね、ライブ活動が。いえいえ。今ね、何個バンドですか今。今は3つぐらいですか。3つ。すごいですよね。いや、あの、ちゃんとあの、相模のが一番優先スケジュールでございます。今だから毎月必ずその、うん、甘井さんに土曜日どっか毎月1回来てもらって、そこでだからうちのそのディップスライブをやろうということで、甘井さんに入ってもらってるんです。うん、うん、はい。あ、そうなんだ。はい。だからその時によって。毎週土曜日は、じゃあ必ず。毎月です。毎月1回。毎月1回。はい。それででもまあ、オリジナルばっかりやる時もあれば、うん、キャロルばっかりやる時もあれば、うん、A ちゃんやろうとか、あ、今回はクルスもやってみようとか、なるほどね、いろいろやりながら。そうだよね。はいはい。飽きちゃうもんね。はい。
来年はあのね新しいオリジナルを OK をいただいて、はいはい、やっぱ声が若いですね。若いね。うん。まあ当然ですよね。この時でもだって内海さんなんか22、23とか。12だよね。12。うん。で、A ちゃんだよだから死亡。そうだね。うん、そんな、うん。俺が会った時がもう20。うん。A ちゃんがなんか何歳ぐらいなの？23回だと思ったよ。うん。4つ。俺がまだ19だった。3つ4つ上。4つ上なんだ。4つ上。うん。今は四つ上は別にね、はい、変わんないけど、当時の四つ上は結構な仲ですよね。そうね、うん、そうね、だから、うん、俺が中学生でももう大学生ってことですよね、うんうん、そうですよね、うんうん、ですよね。まああの年齢としてはそういう感じはしたよね。はい、はい、うん、本当に声若いですね。じゃあメール行きましょうか。せっかくメール、応援メールが来てるんですよ。応援メールの前に先週 の, あのパウロ鈴木さん、うん、あ、そうだ、うちみさん、みーちゃん、こんにちは、はい、みーちゃん、はいはい、先週ありがとうございました。パウロ鈴木です、うん、おかげさまで新作のクリスマスアルバムは好調なセールスと好評が少しだけ一安心しております、うん、これも一人にうちみさんと、うん、いえいえ、そんなヘルプのたわものと、うん、大感謝たわです。たわものってなところで、賜物だ。皆さんに質問です。いいですか？内海さんの心に残るクリスマスライブなんてありますか？うん、僕は意外にクリスマスライブはしないんですが、ね、クリスマスの思い出が、うん、いい思い出がないんですよ。あ、そうですか。なんかね寂しい感じが多いんです、ね。寂しい。いつも一人でしたね。あ、一人っ子だからっていう。それもあったけど、あ、忙しいですものね。いや、でもあんまりクリスマスでお母さんとかあんまり記憶がないのよ。うん、だから。あのうちの義理の姉さんは1月1日生まれですから、ええ、ああそうなんですか。あの、うん、誰に会ってもおめでとうございますって言ったけどってなるほど、まあ、だそういうだけじゃないけども、うん、25日あんまり記憶にないね、うん、だから俺は教会と縁があったから、ね、あ、そうですか。あのクリスマスには必ず教会行ってたのしたんだけど、うん、だけど賛美歌歌ってるだけだったからねだからなんかね、あのあんまり記憶ないですね。あ、でもその記憶がきっと大きいんじゃないですか、こう賛美歌歌って、まあ、そういうのもあったかもしれないけど、だけどあんまりこうなんかそういう未知の、うん、未知と未知のっていうかわからない部分が ある方が俺は興味があったのかもしれないね。なるほど。だからまあそういうだけど鎌倉ってさ仏教ばっかりだから、そうか、日蓮宗ばっかりだから、だってうちの俺の親父が亡くなった時にもうあのなんだっけ、天台宗だったんだけど、天台宗の あのお寺が一軒しかないのよ。そうなんですか。それもうちのすぐそばだったらよかったけど、だけど他に ないのかなと思ったけど、そしたらねみんな日蓮宗、同じあの宗派っていうか、そういうお寺が多かった。クリスマスのライブからお寺の話になる。なんだかよくわからない。トムさんたちはなんかクリスマスライブで。なんか思い出ありますか？あのクリスマスの。毎年毎年でも多分ライブやってます。でもあの、はいはい、外人さんは、はい、クリスマスは特別な日だから。そうですね。うん、あの、うん、盛り上がるんじゃないですか。うん、どうなんでしょうね。今年はわからないけど。とりあえずは店では毎回、あの、やっぱ毎年やってますね。今年は、ね、はい。今年も25日が土曜日ですから、そこでやっぱ甘井さんが来て、あと、その、リエンソさんって方たちがまた、あの、ゲストで来てくれて、クリスマスだいぶ盛り上がると思います。なるほど。はい、楽しみですね。はい、うん、ごめんなさい。で、パウロさんリクエストは、はい、グレッグレイクの夢見るクリスマスです。ありがとうございます。あ、そうです、これでこの間のあのブースカちゃん、うん、ね、パウロさんのメッセージに、うん、ウィスです、ブースカです、さすが師匠忙しいや、うん、先週はジョンのハッピークリスマス心に染みました、うん、パウロさんのニューアルバムポールのパロディではなく、うん、オマージュだったんですね、失礼しましたそうそう、オマージュですか。オマージュですね。パロディではないですか、うん、そうですね。うっちゃんまさしさん誕生日祝ってくれてありがとう、お二人だけ感激しました、いい歌ですね、バイ、ということでね、ここからは応援メールいっちゃいましょうか。はい、いきましょう。はい、うん、これ誰、じゃあ、いっちゃってください。はい、はい、これね、うん、はい、これ何とか言ってる、パカパカさんです。パカパカさんね、
ありがとうございます。内水さん、エミーさん、こんにちは。こんにちは。うん、今日は良いお天気になりましたね。うん、まあ天気はいいけど、昨日が寒かったからさ、余計そう感じだもんね。ね、うん、これからクリスマス、うん、年越し、お正月を迎えるのに、うん、お天気のまま気分がよくいきたいですね。うん、まあそりゃそうだよね。そうです、うん、雨じゃやだもんな、うん、ホワイトクリスマスじゃなくてレインクリスマスになっちゃうとやだもんね。やだ なんとなくイメージ違うよね。ちょっとね、はい、今日は、ノブ一族、ノブ一族、ノブ一族だって。すごいですね。一族がゲストとか、またカフェザディップスの、クレープ食べたいなと。うん、チョコレートダブルでお願いします。スイーツもあるんですね。今日の放送も楽しみにしています、うん、ということですね。ありがとうございます。はい、じゃあ次行っちゃいます。うん、大師の紅茶、うん、ご存知ですか？ご存知です。はい。はい、内海さん、みんさん、こんにちは。うん、先日新小岩のアメフェスに内海さんの応援にとステージを見に行ってきました、うん、当日はキッチンカーなども出ていて久しぶりに野外ライブを楽しめました。いくらさんの MC もまるで土曜日の深夜番組を見ているようで盛り上がってましたね。イカ天時代の自分としては内海一番さんのステージも楽しめました。楽しい休日を過ごせました。ありがとうございました、うん、そして、うん、カフェザディプスオーナーノブさん2回目ゲスト出演、うんおめでとうございます、はいはい、季節は冬へと移り変わってきていますがコロナの猛威も少し落ち着いてきて、うん、カフェザディップスには長い冬が明けてきて一足早い春の訪れを感じられてきているのではないでしょうか。そんな感じでした。そうですね、うん、はい、よかった。そうなるように、まあ、来年ですね、はいはい、暖かくなってくるとね、来年は真夏の日差しのようなギンギン灼熱の日々がやってきますね、うん、来年開店2周年のライブ大いに盛り上がるでしょうね、うん、楽しみです、うん、MC では昔の、うん、野球、うん、川崎球場の柄の悪いおっさんの話も期待してますよ。そういう話もありましたね。川崎のなんかそんな話になりましたね。彼の監督がいや監督やってる時にはい、はい、だってあの客席から投げれるビール瓶とか、はいはいはい、あの缶を、はい集めてた。金拾ってたもん。そうそうですね。あっちゃあれだもんね、うん。2周年記念のライブにはお祝いのお花を持って伺いますもんね、うんうん。ここでリクエストなんですが、自分も大好きな曲、うん、トラディショナルウーマナイザーのトラウマの、うん、あ今かけた曲ですね。くげ沼サニーデイズをよろしくお願いします。うんうんうん、あかけましたよ。ね、はい、ところでセカンドアルバム期待してますよ、ナムさん。という話ですね。大師の紅茶ありがとうございます。まあ来年ですね、1月もまたね、1月その2周年ライブでやっぱ何曲かやってもらって、ベースで入ってもらう予定です。クリチャンマンさん、うん、はい、ラブ&ピース制作のスタッフの皆様ありがとうございます、うん、本日もお疲れ様です。お気遣いありがとうございます、うん、シアスも最盛期に入り何かと忙しく1週間経つのは早く感じられますね、うん、さて本日のゲストは相模のカフェ、うん、ザ・ディップスのマスターそしてシンガーソングライターでもあるノブさんとロックンロールのライブ会場ではますますご活躍のリクエスト、うん、あまりさんということで、いつも楽しいライブをありがとうございます。ノブさんのお店では私のようなじいさんでもいつでもあった価格を迎えてくれて感謝しております。でも俺より若いんだよ。そうですよ、じいさんじゃないですよ。で私がドキッとしちゃう。お客さんと演奏者が一体となった私がドキッとしませんディップスファミリーの雰囲気が心地よくて大変お気に入りですよ。それもノブさんのお人柄だと思います、うんうん、まあそういうことだろう ね、 ね、 そうですよね。だからね、そこ行ってやっぱり、うん、その店のマスターとかーママさんの人柄によるよ、ええ、うん、そうですね、それじゃないと二度と行きたくないっていう場合もあるからね。本当年明けの2周年記念パーティーでは1月16日ですね、すで、うん、に常連のお客さんだけでも入りきれないソールドアウト状態かと思いますけど、うん、カーテン裏のキッチンドリンカーで良いのでお誘いいただけたら幸いです。そう言ってますけど、はいはい、もちろんです、はい、ノブさんが歌うキャロルの曲のお二人だけは、うん、突如乱入でノブ&アツシの2人だけになったりして、あそれはそれは無理ですね。キャロルの曲といえば宇宙飯師匠の曲の中でも泣いてるあの子がお気に入りなのですが、この曲は後のアルバムジェニーにカード2につながってる気がします。うん、もう年内は、あさって横浜に開催される師匠と番組でもおなじみのまさしさんとのラッキーライブのライブにお邪魔させていただきます。うん、
私普段行けあまり行けてない私のためにこのライブを追加していただけた気がします。ありがとうございます。では本日も先週の信夫さんの教祖のお告げによって仕事を継続しながらも最後まで拝聴させていただきます。ありがとうございます。クリちゃんマンさん、そうです。あ、もう1つ、あ、もう1つ、はい、はい、じゃあ、これ誰ですか、これ何、ラジオネームザマのリチャードさん。リチャードですね、はいはいはい、リチャードご存知ですか。はい、リチャードギアがいるんですね。あっちのリチャード、あ、はい、そうだね、リチャードのローギアが、これからロスへ帰りますって言ってロサンゼルスへ相鉄線で帰るんですかって話なんだけどあ、そうですか、ね、メッセージ、内海さん、恵美さんこんにちは、ノブ、はい、さん、あまりさん、ラジオ出演おめでとうございます、はい、ね、年明けの2周年ライブ楽しみにしてますということですね。リクエスト曲は Please I Love You So ですね。それはオリジナルであるんですか。オリジナルですね、はい、あ、そうですか、はい、あれ、あのベースですね、うちのね、はい、あ、そうですか、はいはい、これはあのリチャードがベース、リチャードがベースですね。だから、だから言ってんのか、はいそうですね、自分の曲を自分の弾いてるやつをかけろと、弾いてるやつをかけろと、はい、はいはい普段おとなしいんですけど、ね、あ、そうですか、中身はお時間つけて、あ、そうだそうだ、それなりにねはいはい、自分の主張が、第一土曜日はリチャードさんのソロ、はい、あ、そうだ、あ、そうだ、ソロライブ、あ、トバロックノールナイト、トバロックノール、はいはい、トバってなんだせっかくリクエストにもありました、はい、はい、次に、はい、行きましょう、はい、はいはいはい、次はじゃあ Please I Love You So トラゴンです、お願いします。そうですね、これは長いんでしたっけ、いや、あ、写真、写真撮ります、皆さん入っていただければ、あ、いいんですね、うん、これはでもあのちょっとあのイメージとは違うよねそう言われてみるとそうなんですかね、うん、まあイメージ皆さん、まあ、でもまあ、まあ、か、もう、うんうん、イメージは向こうが作るもんね、うんうん、これ最近やるときもっとスローにやる、そうですね、これやっぱりレコーディングみんな早いですよね、これね、うん、あ、レコーディング、でもレコーディングはみんなね、うん、普通は遅くなんだけどね、うん、この曲はスローでやった方が、あ、そう、案外なんかちょっと歌い回しが違ったりとか、なんかもう、難しいんだよね、人の曲だとね、多分そうだと思うよ、うんうんうん、なんかもうね、その撮った頃の感覚と今のなんかだいぶ違います、ね、だいぶ変わっちゃうもんね、うん、バーディーしんちゃんのメールをかいつまんで読んでいいですか、あ、どうぞ、このじゃあCD の中から3曲かけたんですね、はい、うん、唯一はなしで、はいはいはい、そうですね、はい、あとは次は入ればですね、入ればあとの曲っていう、うん、はい、多分あと1曲だと思うんですけど、はいはい、どっち聞く、うん、何宮のヘビーボイルですか、どっちもいいよ、はい、うん、じゃあ風が変わる前に曲が出なくなっちゃう、はい、優しい曲と歌を作るんですね。それじゃないか、全然優しくないみたいじゃないですか。優しくないくない。風景が優しくない。なんか一瞬見ると怖いな。人とは思えない、ね。
ガダーンといっちゃうのが激しくこう、あんまりそういうの作んないですよね。なんかミディアムテンポのなんかやっぱりこういうソフトな感じのそういうのが好きですね。だからあの年取るとどんなそうなの、うんうん、でも元々俺もそうだキャロルでもやっぱそういう曲を結構多いくっていくんですよね。よく言われたのは、はいはい、クールズは踊りやすいけど、はいはい、キャロルは踊りにくいっていう言われただからそうですね、あ、そう言われてみるとそうだなと思う。うん、あの軽く踊るのにはちょうどクールズがちょうど、うんうんうん、だからね、あんまりこう変則になると踊りづらいみたいな、うんうん、そうなんですね。やっぱりそういうだからやっぱりやるファンキーモンキーとか、うんうん、ルイジアンナとか、うんうん、あの辺がやっぱり踊りやすいっていう、うんうんうん、ああそうですね、うんうん、そういうところはあるかもしれない、うん、キャロルの曲をやると演奏と歌を聞かれちゃうんだ。聞かれちゃうんだね。クールスはあんまり違うからね、そのテンポのあれだけど、うん、そういうのは後で何か来ますよ、そういうの、はい、リクエストにお答えしましたよ。ね、本当聞いてくださいましたか。どうですか、甘い声。甘い声です見かけに甘いです。でも見かけによらず見かけもとほらワイルドじゃないですか。あ、うん、すごくね、あ、いや、バイクも乗ってらっしゃるし、うん、そうですね、はい、なんかもっとこう、はい、バイクのチームは、はい、あのやられてんですよね。もうでもともとだからディップスっていうチームで、うん、ディップスそっちが先なわけで、それ何名ぐらいですか。いや、もう今はもうほとんど壊滅状態。壊滅状態。もともとはやっぱ30人ぐらいいて、あ、そうですか、はい、いろんなことをやってて、あの、はい、今もうバイクのチームっていうのもどんどん、はい、そうですね、様変わりしてるっていう部分もあれば、はいはいはい、結構年配の方が、あ、今多いですよね、ハーレーとか乗ってる人多いもんね、うんうんうん、あの、ね、昔は若いやつでも、うん、まあ、普通7班とか、うんうん、まあ、ハレーじゃないけど、うんうん、まあ、ハレー乗ってるのは、あいつ、うんうん、クルーズぐらいしかいなかったからさ、うんうん、そうですね、その頃はね、その頃は本当に、ね、あの頃、みんな、うん、あの、ハレーなんてけどって買えないし、買えないし、売ってないし、売ってないですから、よく喧嘩を吹っかけられたらしいんだけど、とことこと勝ったって言うんだけど、うん、周りから聞くと、うん、あの、負けてるって言うんだよ。わかんないですからね。わかんない、ね。そのね、見たわけじゃないですか。自分が勝ったか、勝ったらかもしれない。言ったもん勝ちですね。言ったもん勝ちです。バディしんちゃん、うん、今千葉県佐倉市に向かってます。あ、そう、うん、それで夜は東京に戻ってから、うん、今夜は横須賀で一泊して、え、うん、明日の午前中にまた都内でお菓子作りに参加してクリスマスケーキを焼きます。来週久々にスタジオに伺わせていただきます。何なんだろう、でもなんか横須賀で一泊だって。あらま、あらま、何頑張ってね、楽しんでね、楽しんで知らない知らないで、バディシンちゃん彼女が横須賀にいるっていうから、そうですね、うん、はい、ごめんなさい、デートを重ねてるみたいです、ね、今日は、うん、ずっとじゃあ BGM で流しましょうか。あ、そうです ね、うん、じゃあ BGM で、僕も参加してるんですけど、ほとんどジェームスさん弾いてませんあれ音ないの。それじゃないですね。それじゃないですよ、うん、あ、じゃあ、あ、それですかこっち行きましょう。じゃあ、涙のテディーボーイ、うん、はい、BGM ですね、うん、お願いします、うん、あ、この曲ね、うん、俺はあんまり好きじゃなかったんですだけど、そうなんですか、あの広島である一人の弾き語りで歌ってた子が、うん、あのこの曲をやってたんですよ、うん、涙のテディーボーイ、うん、すごく良かった。あ、弾き語りだと違って聞こえるんだなと思って、なんかちょっとスローっぽい感じでやってたけど、うん、これレコーディングのギターは宇宙美さんを弾いて、俺が弾いてるんだけど、そうですよ、宇宙美さんはいらっしゃらない、ジョニーいなくなっちゃった時で、いない時にねやったんですよ。あ、そうなんですか。だからもうサイドギターも全部俺がやってるんです。ギターのパートは全部ジミさん。ちょっと大変だったけどね。大変な時期でも。いや、大変な思い出だったんです、ね。だっていきなりクリー CCR みたく弾けって言ったら無理だから。へえー、そうなんですか。そうですね。まあ、思い出の曲なんだ。そうなんです、ね。思い出の曲。すごい思い出だ。いや、でもね、その時はね、感動しましたよ。あ、こうやってやるの違うなと、なんかね、A ちゃんが歌ってる時よりもよく感じたんだよね、うんうん、あ、だから本当にいい曲ですよね、いい曲なんだよね、だから、あ、こういう表現の仕方もあるんだなというふうにね、うん、
自分では思いました。これはノブさんはこれをいつもやります。あ、そうなんですね。はい、この愛しのダーリンと涙のデディボーイ絶対必ず、はい、そう、この、はい、涙のデディボーイはしょっちゅうやってたんだけど、はいはい、愛しのダーリンは初めて先祖で、そうそうそう、ここでしかやらないから。で、この間、あ、コリアまでやったか、やりました、コリアまでやった。もうそれを覚えちゃったからですね。もう覚えちゃったから、しょうがねえからやっちゃったよ。今までは全部断ったのに。時間が近づいてまいりました。はいはい、1月16日ですね、うん、カフェザディップス2周年記念で、うん、ジミさんも、はい、もちろん天野さんも参加の、はいはい、うん、あのライブですね、はい、ですね、はい、ぜひ遊びに来てください。予約、はい、あ、もうソードアウト、うん、まだもうちょっと、はい、大丈夫です。はい、はい、はい。お待ちしております。はい。はい、ぜひお願いします。ということで、はい、はい、後で外で動画を撮らせてください。はい、はい、はい。はい。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ディプスノブさんとあまりさんでした。じゃあ次のコーナーに行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。急に終わりましたね。ここからアウトドアです。登るさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、つるわき登るです。よろしくお願いします。はい、アベレージホワイトバンドピックアップザピースです。1974年アメリカに行って大ヒットした。そうです、そうです、さっきもね、うん、ちょっと話してて、しましたね、イギリスデビューなんですけど、うん、あんまりこうヒットせず、アメリカで、うん、あの発売でドーンっていきなり、こういうのはね、アメリカで受けると思いますよ、うん、ね、あ、それで1位になっちゃったの。そうです、そうです。で、まあアイズレーのカバーもやってるし、うん、結構、うん、ブラック系、そうなんだね、もろいブラックですよね。あ、だからそういうイギリスの、あの、まあ、スコットランドとかいる、はい、広い、あそこも広いじゃないですか、はい、だけど、はい、いろんな人種がいる中でも、うん、やっぱりそういうの好きな人多かったんですね。そうですね、まあ、かっこいいんじゃないかな。あ、1974年なんですよ。あ、そうですか。当時まだ私16歳で。そうですね、16歳ですか。そう、小僧ですね。小僧です、ね、小僧のディスコって感じです。小僧のディスコ、はい、聞いちゃいました。あ、そうですか。そんな感じです。はい、はい、湘南海岸、七里ヶ浜、鎌倉前あたりでは、うん、どうだろう、膝もうねりでノーサーフですね。ノーサーフ、残念ながらのノーサーフってことはあんまり人いないってことですね。そうですね、まあゼロって感じです。ああ、そんな、はい、まあ東の風1メーター、うん、サイドの緩い風なんですけど、うん、まあ面はいいんですけども、うん、残念ながらの、あのブレイクせずっていう感じで、ブレイクせず、はい、水温18度、ウェットスーツは、うん、まあフルスーツ、うん、まあやれば5ミリ3ミリのセミドライとか着てくださいって、まあそこそこ寒いんですけど、寒いですよね。水温は18度、あったかいんですよね。あ、そう、うん、じゃあ会場の方があったかいんですかね。海中、海中ね、海中だけど会場にいると下から暖かい空気っていうか、いや、そうなんだ、どうなんだ、まあ、でもあんま感じないか、あんまそこはないですね、うん、風が吹いちゃうとね、うん、でもなんかサーフィンのレギュラーサーフィンで水の中に、うん、あのウェットスーツのまま入ってる方が、うん、あのパドルボードで、うん、あのボードの上にいるよりは暖かいっていう感じですよね、うんうん、そうかな、逆転してるから、うん、ただまあ今日はその微風なんで、うんうん、まあどっちでも何変わんないから、変わんないか、これで北風が4メーターぐらい吹いてると逆に、うん、あのレギュラーサーフィンよりサップの方が寒いっていう感じもするんですけどね、うん、でまあ、 あの今日明日はスモールウェーブ情報で、浅い場所でやった方がいいですよ、浅い場所で、まあ、あの潮の潮位の低い時間帯、鎌倉前っていうのは浅いんですか。あそこもあのなんていうのかな、ちょっと岩場が あるぐらいして、うん、あそこと、うーんと乳母ヶ谷って分かります？乳母ヶ谷ね、分かります、分かります、分かります、うん、まあ乳母ヶ谷、あの稲村ヶ崎の手前あたりなんですけど、うんうんうん、あの辺がやっぱ浅いですね、うんうん、だからまああのでも気をつけてやらないと、うん、そのロータイド干潮時はサーフ選手が引くんで、 うん、そこですっ転んじゃうと怪我しちゃう、危ないよね、という感じですね、うん、そんなそんなこんなでは、今日明日はスモールサイズ、うんうん、で、金曜日、
17日金曜日が南西のうねりが 1.8 メーターぐらい入って、午前中は風が南西より4メーター、うん、でまあちょっとできるかな、午後からはまあ6メーターから11メーター吹くんで、うん、まああの風波チョッピーでサイズアップ、チョッピーチョッピーチョッピーって言うんですよ、チョッピーって言うんですか、サーフ用語ですねこれね、あそうなんですか、はい、風波ちょっとちょっとちょっと風が吹いてるってことは結構ボーボーでもチョッピー、ね、チョッピーなのチョッピーっていうのはもう風波のコンディションをチョッピー、そういうことを言うの、はい、覚えてください、チョピチョピチョピしてるような感じですね、なるほどねちょっと違うかもしれないごめんなさい、はい、人の考え方違うからな、一個覚えましたねチョッピーです、はい、そうまあ、うん、あとはそう今言った12月の18日土曜日に、うん、その、17日のチョッピーから風が変わって北回りになり、うん、面が良くなるかもしれません、かもしれない、うん、18日要注意ですね、なるほど、で19日日曜日はまああの寒気による西高東低で寒気が決まって、うん、沖合で西風が吹いて西うねりが入ってきますよ、うん、なるほど、で西の風が吹くのでまあ微妙ですがやれてもいいんじゃないかな、やった方がいいんじゃないか、やった方がいいいう感じなんですよ、なんか週末がいいんですね、週末もなんか来てますね、そうでまああのおすすめは、うんまあ、サップボードのサーフィンの人には、まあ、12月の17日金曜日午前中か、うんうん12月の18日土曜日の、うん北風チェンジしたところを、うん、狙うのがいいでしょうと、早起きするんですね、はい、金曜午前、はい、土曜日は、うん、まあちょっと様子見っていう感じですね、ああ、はい、なるほど、して、うん、スキー場、うん、スキー場はどうですか、雪ガンガン降ってんの、夜間じゃないですか、ガンガンでもカンカンぐらいまあまあちょい降りが続いて、ちょい降りですか、はい、私も行っちゃおうかなとか思ったんですけど、ちょっと二の足を踏んでて、うん、まあ、60センチから70センチ、うん、プラス10センチぐらいのアップはしてたんですよ、うんうんうん、今週の頭の話ね、月曜火曜に雪マークだったんで、まあそこで10センチぐらいプラスオンで遊べるんですけど、まあ10センチだったらもうちょっと様子見ようかなみたいな、なるほどね、まあ自分海も近いんで、そうだよねまあとりあえず海で遊んでてもいいかな、うん、もうちょっとこうコンディション上がってくるまで様子見をしてますが、ね、やっぱり11月、うん12月入った、あ、違う、もう12月入ってるけど、もう一、もう一振りですかね、はい、一寒気来たらっていう感じで、あの豪雪が来ると、はい、まあ12月の17日金曜日あたりから、うん、曇り雪マークの予報がずっと出てるんで、うん金曜日降った後の18日狙い、うんうん、でまあ前も言ったけど18日土曜日はどこのゲレンデも一気にオープンしだすんで、うん、まあ人も散って一極集中じゃなく、うん、いろんなゲレンデに人が散るから、うんまあ、18、19の土日はいいんじゃないかなっていうふうに見てます ね、 ねでまあ土日混むから嫌だっていう人は、うんまあ、月火でもまだずっと冷えっぱなんで、うん、コンディション悪くならなくていいんじゃないかなと思います、ね、パウダースノーが楽しめるんですけど、はい、条件のいい時にデビューするのがいいと思いますね、うん、そうだ今外国人、はい、北海道とかも行かないからね、よく知ってます今止めてるじゃないですか、そうですね、コロナ禍を逆に逆手に取って、うん、パウダースノーで、はい、人の少ないとこ静けさの中で遊びましょうみたいな感じなんですよ、うん、まだバックカントリーには早いね、うん、神楽スキー場、うん、積雪70センチ、ちょっと増えた、一部か一部滑走かですね、うん、それでもまだ一部なんですか、うん、あ白馬八方尾根85センチ、うん、同じく一部か、あ一部ね、津賀池91センチ、うん、まあ一部か、うん、やっぱり1メーター越さないとダメなのかな、うん、同じで、そう、予報では、白馬関係は、金曜日ちょっと雪マークがつっと出たんで、うんうんうん、18日の土曜日に新設狙いでピンポイントで行くのもいいかもしれない、これはちょっと行きたいなって感じですね、あそうですか、美味しいかも、美味しいかもしれない、はい、可能性あるとか、ね、かなりですね、うん、だまあ山行くか、うん、海行くか、うん、両方にあの自分の体が2つあればね、そうですね、両方行きたいってことだけど、金曜海の土曜日山みたいなそうか、いいですか、はい、いいと思います、はい、ありがとうございました、今日のゲストはディップスのぶさんとあまりさんでした、はい、そして来週12月22日はノーゲストで、うん、今年最後になります、うん、29日はねスタジオで生放送はお休みなので、うん、なのでお休みです、それで1月5日
はごめんなさい、私とのぼりいないんだよね、2人いないんで、俺とまさしでやろうかなと思って。ラッキーパンチで、まあ、初めての試みですね。まあ、なんかどうなるか分かりませんけど。やばいですね。やばいですよ。うん、多分ね、メールその時に来ても、もしかしたらプリントアウトできないかもしれない。できないかもしれないけど、まあ、臨機応変によろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、また来週。はい、バイバイ。はい、バイバイ。チャオ、チャオ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今日は、はい、ディップスのマスター、まあ、まあ、バンドもトラウマって今日はアルバムの方で、はい、あのトラウマっていうバンド名なんですよね。はい、で、アーマリさんが入るのは今度違うんですよ。ディップスですね。ディップスですね。ああ、はい。両方あるやん。で、ディップスのマスターです。はい。ね、はい、いいとこでやってますから。そうですね。優しい声で。クレープうまいよ。クレープうまいよ。そうなんですね。スイーツもあるんですか。はい、そこで毎週ライブやってますか。毎週誰かしらやってます。誰かしらやってます。はい。ライブハウス、はい。ライブハウスっていう大きさではないかもしれない。はい、年に3回ぐらい。気持ちはライブ。気持ちはライブ。気持ちはライブ。はい。うちぐさんは年に3回、4回です。はい。はい。はい、で、来年の告知を。はい、1月16日、はい、日曜日です。はい、ジムさん2周年ライブ来てくれます。ああ、はい、はい、お願いします。お願いします、はい、まだ予約は間に合うかもしれないということで、はい、そうですね、はい、はい、あとエミーさんがまだ来てくれてません。キャッ行きます。はい、はい、ということで、はい、今後のディップスノブさんたちの活躍がとても楽しみですね。はい、はい、また来てください。はい、よろしくお願いします。バイバイ。君は強くなる。